ございますね、ピーマンです。じゃあちょっとね、亀ね、を見ていきたいと思います。で、亀をね、見る前にちょっとね、こちらですね、メダカの水槽なんですけど、ぜひ見てほしいんですけど、実は赤ちゃんが生まれてました。この、メダカがね、親メダカなんですけど、で、見るとですね、ちっちゃい赤ちゃんがいます。見てください。他にもね、めちゃくちゃいっぱいいるんですけど、他にどこに行ったかな、あ、こっちですね。こんな感じで、でどんどん産卵してめちゃくちゃ増えてます。この子はめちゃくちゃちっちゃい、この子ちっちゃい、ちっちゃい。こっちもこんな感じでめちゃかわいい。ほら、カメを飼ってるとなかなかね、変化ってないんですけど、メダカをね、飼ってると変化がすごすぎです。なんかめっちゃ白い子いる。なんだこの子、白いっすね。めちゃくちゃ。なんだ、すごい楽しみ。っていう感じで、こっちちょっと黒目。同じ親でもですね、まあ、メダカってかなりね、品種改良されてると思うんで、感じ、こんな感じでですね、いろんなメダカが生まれてきます。こっちなんかすごい、なんか結構大きくなってる。ということで、皆さんもぜひ、あそこにいっぱいいる。メダカを飼ってですね、楽しいっす。なんだかんだカメって本当に時間をね、長く楽しむもんで、こういう風にトカゲとかね、メダカっていうのはね、本当一日一日の変化が大きいんで、飼ってて、まあ両方面白いっていうのですね。で、まあ全体的にはこんな感じで、これなんか植物、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、こういう植物がいたりとか、こういうのとか。で、こちらね、もう花が咲き終わっちゃったんですけど、こんな感じで、芽が出て、こういう、なんでも池みたいなのが一つあるといいっすね。うん。そしたら、石亀の方行きますかね。じゃあ最近ね、水がちょっと一回洗ってですね、水をきれいにしたばっかで、今年はね、産卵とかはその狙ってるんですけど、よいしょ、ちょっとさっき餌食べてるところでちょっと申し訳ないんですけどっていう感じですね。ここは、石亀と大頭姫匂いがいるんで、まあ姫匂い見てみるか。よいしょ、こうですね。まあ、乙姫食べてましたけど、まあ、姫匂いは石亀との相性結構いい気がしますね。仲良くやってる感じがします。はい、ごめんね、うん、で、まあ、水質悪化にも強い感じがしますね、今のところ。よいしょ、はい、石亀も水質悪化には結構強い気がしますね、外で飼ってる場合は。この子がベビーですけど、2023年のベビー、2年のベビー。こんな感じで肉付きもいいです、はい、結構大きくなりました。なんか石亀を僕的にはね、結構飼いやすいと思ったんですけどね。うん。クサガメより飼いやすいと思うんですよね。オスの姫匂いはどこだ？オスの姫匂いも一匹いるんですけど、どこ行ったかな。まあ、そうですね。こんな感じ。せっかくだから石亀もう一匹見るか。よいしょ、石亀のオス、いいっすね。色白いのは餌がくっついちゃってるからですね。
ここら辺の色は綺麗ですね。こちらね、いろんなリアガマかなりね大きくなりました。で、結構アガマ系を育てるとスポイトとかで水あげるのが主流みたいなんですけど、結構ね奥の水入れにずっとね水を溜めててですね、それを自分で飲んでくれてて、給水がね自分でやってくれてますので結構ありがたいですね。餌はコオロギルビアをあげてます。結構ね大きくなっていい感じですね。結構一匹で買うと餌をね取り合いしないんで餌食いがね落ちるっていう心配が、あるっていう風に一般的に言われてるんですけど、この子はね、なんか僕が入れた時に食べてくれる時もあれば食べてくれない時もあるって、結構そのなんすかねスムーズにいく感じではないんですけど、そういったところも結構そうですね、一つのこう食べてくれたっていう喜びにつながりますね。で、そして隣こちら、フトアゴヒゲトカゲはめちゃくちゃね大きくなりました。なんかちょっとねサイズ感がね伝わんないかもしれないですけど、前この2匹を購入した時にですね、お迎えした時に色塗りアガマと一緒に飼うか飼わないかっていうふうなことで、これ食べられちゃうんじゃないかなって思ったぐらいなんですけど、今はね色塗りアガマと同じくらいのサイズになりました。なのでめちゃくちゃ大きくなったんですよね。で見てください、結構ノーマルカラーっていうことで結構ねかっこいい色に仕上がってるんではないかと個人的には思います。はい、どうですかね。本当にねすぐ大きくなる感じのイメージですね。でトカゲはこう正直に話しますとですね、トカゲ面白いっすカメも面白いんですけど、やっぱトカゲね動きがね素早いっていうので、なんつうんですかね、カメってどっちかっていうと長く飼って大きくなるとか、そういう感じ、変化を楽しむ感じだと思うんですけど、トカゲは動きがねそもそも面白いんで、なんですかね、そのカメとトカゲ、カメを飼いつつトカゲを飼うっていうのは一番僕的には面白いかなっていうふうに思いましたね。カメってやっぱなんですかね、動きはねあんま速くないんで、こう時間っていうか、本当に何ヶ月単位、1年単位とかで楽しむ生き物だと思うんですよ。なんでカメは1000年、トカゲは1時間のこうなんですかね動きを楽しむってことですね。はい、なんで結構双子さんすごいかっこよくなってます。色もねすごいいいですね。で、どんな感じで今飼ってるかっていう感じでちょっと見ていきたいと思いますけど、こちらは、トライアングルグローコに入ってるんですけど、これ結局ですね既製品が一番っていうことですね。散々いろいろ蓋を作った挙句、普通にこちらを買いました。はい、でこれにクリップでくっつけて、はい、止めてます。結構これが一番なんか安定的だなって思って、でこっちはね低いんですよ。こっちは低いで、ライトこれ爬虫類ライトをね、インシロックでくっつけてると。ただ僕的にはこれにですね、網にこれをくっつけて、これが本当に650円ぐらいなんで、で ランプなんですけど、このランプが熱すぎるとこれ熱くなりすぎちゃうんで、ちょっとね弱めのを使ってます。100ワットなんですけど、こちらはね普通に照明用のライトで十分問題なくって感じですね。でデュビアがいてっていう感じですね。でカメがいるんですけど、その前にこっち色塗りアガマというか、なんか色塗りアガマなのかステリオアガマなのかどっちかわかんないんですけど、2匹とも元気です。餌はデュビアとかを食べてますけど、僕が見てる時は絶対食べてくれないですね。はい、本当に4,000〜5,000円でこの子を迎えしたんですけど、なんかすごいなんかごつくてかっこいいっすね。なんかアガマ系僕好きなんですよね。形がやっぱごつくて日本にねいない感じの雰囲気が、木登りトカゲとかアガマですけど、なんか
とりあえず本州にはあんまこういうごついトカゲっていないじゃないですか。日本トカゲと日本カナヒビっていう感じなんで、つまりこれね結構面白いと思います。この子メスの子がね木の下に、結構このレイアウトはね面白いかなと思うんですけどね。まあこんな感じで木組んで、基本的にこの上にいるんですけど、ライトでこれこうですね。なんかこのライト中に入れてたんですけど、網このライトに直接ね体をまあ当てて火傷とかしてもらうとちょっとやばいんで、こういう感じで上につけてみました。で結構乗っかったりして、で水もですね、僕はあのスポイトとかは使わないタイプなんですけど、普通によいしょって登ってここでバスキングしてますね。はい。でまあ水を飲んだりとかそっちでしてます。結構アガマは自分でね水場に入って飲んでくれるみたいですね。なんか乾燥系のトカゲでもこれ水場を用意するとなんか自分で入るんで、まあ生息地でもさすがにね水、雨の水だけってあとはじゃないと思うんで、こういう風な感じで水を入れると飲んでくれます。はい。でこちらねミシシッピドロガメです。外で飼ってたんですけど、ちょっとね皮膚が荒れてきたんで中にね戻しました。皮膚が荒れてる個体がいるかな、まあ、こんな感じですね。なんか白くなってくると、まあこうやってこういう感じで白くなるとあんま良くないですね。で亀でなりがちですね。でちょっと亀の話をこれから今ちょっと、したいと思いますが、僕一応ですね子亀をですね、まあ、何種類か飼ってまして、匂い亀、泥亀で草亀、石亀でまあ沼亀かで、そしてあのミシシッピ系、ミシッピ系っていうか何つうんですかね、クーターとあとチズ亀を飼ってます。で、まあアダルトに関しては問題なく透明、あとあれですね、八重山石亀も飼ってるんですけど、アダルトに関しては問題なく冬眠明けで、まあ、落ちることなくね全部言ってくれたんですけど、僕的に飼いやすさランキングっていうか、外で亀を飼う場合の飼いやすさランキングっていうのがまあ僕の中にあって、あってっていうか、まあ、最近思ったのがですね、クサガメって結構入門種っていう風に思われてると方多いと思うんですよ。まあ亀を最近始めた僕みたいな人間は草亀が一番簡単で、まあその次にね石亀で、そしてまあ八重山とか、あとはまあ匂い亀、泥亀ってのはそもそも日本に生息してないんでかなり難しいんじゃないかっていうふうにね、まあ思ってたわけですよ。で水質とか 低温に弱いんじゃないか。ただこれ実はですね、これ飼いやすさランキング実はこれ真逆でして、僕が飼った感じは同環境で、まあ草亀、石亀、そしてこの子たち、まあミシシッピ、この子たちミシシッピドロですけど、ミシシッピドロ、あと筋首カブと、あと大頭姫匂いを、まあ、同環境で飼ってるとですね、絶対に最初に引くようになるのは、まあ、僕の短い経験から言うと、これ、クサガメですね。クサガメって、低水温に結構弱いと思います、ベビーは。なんで、すぐ皮膚病みになったような感じの雰囲気が出てきます。要するに、目の上に、の皮膚が白くなったりとか、足の元がね、こういう風に白くなったりします。でこれはなんかその池にね感染症が発生してるとか悪い菌がいっぱいいるっていうよりもですね、単純に体力がかなりね落ちてるっていうふうなことですね。なんで同じ環境でもですね、匂いがめはね白いふわふわがあんまつかないですね。でほとんどね感染症に感染してなかったですね。ただ草亀とかはもう速攻ですね、白くなってふわふわしちゃいます。であと石亀もまあ草亀ほどじゃないんですけどなってきますね。
でも泥亀はあんまりなんないです。低水温でも結構ね耐寒性ありますね。でもう匂い亀はほとんどなんない。はい、こちらですね、大頭姫匂いのイケスになります。でこちらがまあ今ちょっと拾ってみた姫匂いですね。でまあちょっとこう思うのはやっぱそうですね、全く皮膚荒れをしてないっていうことなんですよね。で他のね亀はこの温度だと高確率で皮膚荒れしちゃうんですけど、姫匂いは綺麗ですね。でやっぱり外低温にかなり強いっていうのもね分かりますね。亀みたいな感じの雰囲気の亀ですね。で沼亀の他にねこういったまあ泥亀、匂い亀、そしてまあミシシッピアカミミガメとか、あれは沼ガメなのかわかんないんですけど、まあアカミミガメ系は強い気がします。ただやっぱ思ったよりこの泥ガメと匂いガメは強いですね。体感性がなんかベビーはやっぱ年明けのにまあその仲買いしててもそのなんですかね4、5月、まあ、3、4で沼ガメの他にねこういったまあ泥ガメ、匂いガメ、そしてまあミシシッピアカミミガメとか、あれは沼ガメなのかわかんないんですけど、まあアカミミガメ系は強い気がします。ただやっぱ思ったよりこの泥ガメと匂いガメは強いですね。体感性がなんかベビーはやっぱ年明けのにまあその仲買いしててもそのなんですかね4、5月、まあ、3、4、5月に結構体力がまあ体は動くけど寒くて餌食べられないからどんどん弱っていくっていう感じでになっちゃうと思うんですけど、匂いガメはね結構そこは耐えられますね。それ結構水温低くても餌食べてますし、なんで泥ガメは結構いい感じがしますね。でこちらね泥ガメですけども可愛いですね。なんか結構ね成長してくるとやっぱ雰囲気変わってきますね。ミシシッピ泥ガメもう今ね価格結構高騰してますよね。ミシシッピ泥ガメ可愛いですね。まあここの子たちはね餌食いは結構いいんで、まあ単純にちょっと皮膚がふわふわしたんですけど、この子たちはまあちょっと1ヶ月ぐらい室内で飼って、そこから外にまた移したいと思います。でオスメスなんですけどね、結構ドロガメってこの子ちょっと結構皮膚が外で荒れちゃってますね。まあでもこれ本当に1週間ぐらい室内で餌を食べさせると全部この皮がまあ剥けてですね、まあ新しい皮になるとなります。まあこの子とか、まあ、ほぼ 100% そうなると思います。餌食いも良好なんで。でこの子はねちょっと前に先に部屋に入れたんで、まあ後ろの方の皮が全部まあその感染した皮は取れてちょっと綺麗になりました。なんで結構皮膚病にかかっている子は単純になんですかね弱ってるだけなんで、一旦室内に入れてまあ水温高くして餌を食べさせると 1、2週間で完治すると思います。はい、なんでもしね石亀とかですね草亀とか失敗しちゃったっていう、まあそうですね、失敗してしまった人はですね、泥亀、匂い亀をちょっとね試してみるとなんか結構うまくいく可能性もあるなっていうふうに思います。でこちら実は、僕がですね今僕これがあの
あのそうですね、あの就寝前に見てる姿です。こういうふうにここで色塗り屋窯とですね、あとはこう手前に上がってきたりするんで、それを見たりとかしてます。で、あのヤモリはですね、結構まあ順調に育てて、であのゴキブリもですね、実は、何匹か、あ、2匹目が羽化したんですね。ちょっと見てみますかね。よいしょよいしょ、ゴキブリさんを見ましょう。じゃあライトつけて、よいしょ、こちらがジャイアントウッドローチですね。はい、こちら側ね、以前羽化したやつなんですけど、こっちの子も羽化しました。で、色がね、もともと茶色なんですよ。前回羽化したばっかり白だったんですけど、茶色でした。早いですね。こんな感じで2匹目がね、はい、こんな感じになりました。で、餌は亀の、まあ餌を、亀の餌っていうか、亀で餌あげてるやつを入れてます。で、こんな感じでカビたりするんですけど、これもね、分解してくれますね。特にね、カビがね、問題があるわけじゃなくて、あのまあ分解するためのプロセスですよね。はい。で、土をねちょっと取って、おっと、ここの土はね、あんまりバクテリアはそんないっぱいいるわけじゃ、バクテリアっていうか、あの微生物がすごいいっぱいいるわけじゃないですね。まあいるんですけど、結構いるんですけどね。こう見るといます、白いのが。確かトビムシっていう虫だったと思うんですけど、ぴょんぴょんジャンプする。まああとミミズが、ミミズが潰れてるの。まあそうですね、ミミズいました。ミミズ、このミミズが一番最初からいるミミズですね。ゴキブリは特に食べるわけじゃなくて、まあゴキブリはない別で餌あげてるんで食べないですけど、こっちはまあまあ結構綺麗なんですよ、飼育環境が。で、まあ亀の餌を入れつつ、まあ霧吹きこうやって、まあ、雨を降らしてですね、水分補給をしてます。ちょっとね、みんなびっくりしちゃってますけど、はい。ってことで、まあ羽化す、これ全部がね羽化して、まあ、新しいベビーが生まれれば繁殖成功になるってことで、今のところ順調なんでね、このままうまくいけば増えるかな。でもう一つの方があるんですけどね、こっちがかなりね微生物が多いと思います。こっちも、ジャイアントウッドローチなんですけど、こっちはねさらにベビー、もっとちっちゃい時から飼ってるんで、あのまだね、まだ羽化してないです。ただこっちはね、あの土がだいぶ分解されてます。あのこっちの土はね、あのさっきのと同じ腐葉土からスタートしてるんですけど、もう土になってますね、普通に分解されて。でこれも分解者が一応トビムシっていう、この白色の虫ですね。こちらは結構無害らしいんですよ、生態には無害の虫で、ぴょん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 跳ねてるんですね。だからトビムシっていうらしいんですけど、これはね結構いいですね。見てください、これ普通の土になってるんですよね、腐葉土が。これすごいですね、分解しちゃって土ですよ、普通の。これ腐葉土だったんですよ最初。なんかすごい感動的な、これがすごいんですね、このトビムシが。なんで結構ね、今こっちにいるジャイアントウッドローチもかなり大きくなってきました。はい、なんかダンゴムシみたいな。でこっちもまあ同じですね、ちょっと色もちょっと、まあこれで、これでそうですね、また
要素を見るっていう感じですね。よし。で、まあ結構ここヤモリゾーンなんですけどね、実はこのヤモリゾーンにいるヤモリたちが結構大きくなったんで、見たら面白いとは思うんですけど、わりかし、あ、多分 見つけるの難しいんで、ハルマヘラジャイアントはいるから、はいましたね、そこにね。まあ前から見てる感じです、あんま特にね変わんないんですけど、このサイズのケージの方がなんかヤモリしっくりきてる感じありますね。で、霧吹きして水飲んでもらって、で、まあいわゆる放置湯ってことでデュビアをね離してます。で、まあヤモリは基本的にはもうなんか、まあゴキブリ飼ってるのと同じで、基本的にもうこれはもうそうですね、長期戦っていう感じなんで、まあすごい見てて、まあすごい面白いっていうわけではないんですけど、まあなんですかね、亀と一緒で成長が楽しみだなっていうっていう感じですね。こっちボイビンですね。まあボイビンもパッと見すぐどっかにいるとかじゃないと思うんで、結構水が下に溜まっちゃうんですよね。霧吹きは結構大事なんで、ここにいますね。いるけど、結局釣るかな。ここにいるんですけどね。ちょっとわかんないですね、もう。ここにいるな。はい。ただまあ、結構ね、結構いい感じに、大きくなってよく餌食べたんですけど、ヤモリに関してはちょっとあんま刺激しない方がいいかなっていうふうに思います。はい。で、まあ餌とこちらがまあカメにあげてる餌で、で、まあこれ結構いいなと思って最近、ちょっとね、奥が汚いんですけどこちらがですね、水入れになるんですけど、僕の場合ここに水を溜めてます。これがね90リットルぐらい入るんで、ここに一気に水を入れて、まあそれで霧吹きとかね使ってます。部屋に、ね、1個ねこれがあるとかなり便利ですね。椅子とかまあ物を置くのにも使えるし、まあこれ1個部屋に置いといて霧吹きのやつで水汲んで入れたりとか、まあ、亀の水を交換したりとか、この部屋はあれがないんで、水道がないんで、一応ここで90リットル貯めると大体、まあ1ヶ月ぐらい水を持ってこなくていいんですよね。なんで1個これがあると1ヶ月間、普通にこうやってすくって、まあこれが50回分ぐらいできるってことですよね。はい。なんですごいめちゃくちゃ便利です。で、これあんまね、高くないんで、これおすすめですね、本当に。はい。で、まあ、ルーティンとしては、毎日、てかまあ、餌入れんのは、まあ、5日に一遍ぐらい、バッと入れてですね、デュビアを入れて、霧吹きは一応、2日に1回か毎日、まあ、毎日ですね、霧吹きしてます。で、何個か水がね、下に溜まってるんで、それを飲んだりしてるみたいなんですけど、まあ、そろそろね、変えたいと思います。はい。で、まあ、さっき紹介したアフターゴはこんな感じですね。そういう感じですね。で、外に亀がまあ50匹ぐらいいるんで、50匹ぐらいの亀は、まあ、毎日一応観察して餌をあげて、まあ、曇りの日は餌をあげないんですけど、そういうな感じで、食べると思われる日にあげたりしてます。で、皆さん、はい。ね、まだ外に亀がね、いるんですけど、まだあんま活性が高くなかったりとかですね。まあ、結構隠れたりしてて、なかなかね、まあ、この亀をお見せしたいっていう、まあ、思う時あるんですけど、なかなかね、それがちょっとできなかったりします。
すいません。ではまた。See you.